はい、お願いします。はい、うん。今日もいくつか相談があるんで、まず一つ目が、超初心者のための競馬教室。はい。うん。鳴尾記念 G3 と、安田記念 G1 の予想の進め方をお願いします。はい。うん。鳴尾記念はもうここにも書いている通り G3、そして安田記念が G1。はい。一応もう今日金曜日なんで、うん、明日がもう鳴尾記念ですから、はい、大切なのはもちろん安田記念の方なんですけど、はい、今日の夜、鳴尾記念の予想を福山さんがするということで、はい、時間の関係上鳴尾記念の方を先にしますね、はい、本来は大切さから言ったら安田記念なんで間違いないようにしてください、はい、うんうん、で鳴尾記念 G3、うんうん、福山さんには今日もしかしたら初めてかな、うん、G3 の方っていうのは教えましたっけ、はい、まだでした、うん、教えてもらってます、うん、1番から9番人気、はい、うん、だから鳴尾記念というのは、はい、もう枠が出てるんですね、はい、うん、でまあ見てもらったら分かるんですけど、はい、10頭しか出ておりません、はい、うん、で10頭しか出てないということは、うん、まあ、1番人気から9番人気で1着を決めるってなったら、うん、ね、はい、全部じゃないかと、そうですね、いうことになって、でそういう時って、うん、はい、まあ一応肩は1番人気から9番人気なんだなと、何頭いるかっていうのはもう関係ないわけですから、はい、うん、18頭だろうが10頭だろうが その10番人気以降は見ないわけですから、はい、でまあ一とりあえず1番人気から9番人気、うん、うん、はい、で肩を使っていくということになるんですね、うん、で肩の2番が、1番人気の取り扱い、はい、これは1番人気から4番人気を使った時と同じ方法ですね、うん、その1番人気のオッズとかね、うん、うん、うん、って分かんない、はい、分かってる、うん、うん、で、うん、次が3番が、機種、うん、はい、ね、それで回数、うん、ね、うん、そして勝つ気、はい、うん、でこれ G3 ですから回数調べなきゃいけないですよ、はい、言ってること、この前の回数っていうのは、うん、例えば川田さんが去年の春 G1 は3回、うん、今年2回、はい、だからっていうふうに考えていったじゃないですか、はい、でもあれは、うん、G3 には当てはまらないんですよ、そうですね、はい、だから G3 は、うん、去年、うん、その川田さんが何回買ったのかとか、うんうん、そういうことは回数というのを使うんであれば、うん、はい、ね、うん、調べなきゃいけない、はい、うん、で G3 って春だけで多分、30レースぐらいあるんですね、うん、まあただ別に調べればいいだけの話なんですよね、わかりますよね、はいはい、うん、だから回数っていうのも、うん、物差しにするときにはその G1 なのか G2 なのか G3 なのかっていうのが違う、だから去年 G1 の場合の回数っていうのは去年の G1 の春、はい、何回買って今年何回買ったっていうので比較するというのが一応型になりますんで、はい、そしてそれが G2 になったら今度は去年の春の G2 の中でその、うん、まあ、トップ5ぐらいの人が、うんうん、トップ5って言ったら、川田さん、福永さん、うん、ルメールさん、うん、武豊さん、うん、横山武史さん、はいはい、この人もトップ5ですから、はい、まあ、この人ぐらいは調べとかなきゃいけないと、うん、はい、いうことですね。で G3 も同じ要領ですね、うん、そしてその勝つ気マックスっていうのはもちろんその G3 というレースにおいてその誰が一番勝ちたい、それはまあ回数もまずは分かっとかなきゃいけないですよね、うんうん、うん、例えば川田さんが、うん、全然僕調べてないですから、はい、去年の春に、
まあ、G3 30レースの中で、例えば、6レ、7、6、7レースぐらい勝ってたとしたら、で、今年、例えば、もう、6レース勝ってたら、そんなにもう、まあまあ、人として満足してるだろうなと、人間はとか、そんな感じですよね。で、まあ、トップ5に関しては、まあ、G1 も G2 も G3 も勝ってるのかっていうのは自分で調べてみたらいいですよね。で、G1 は勝てないけど G2 だけ勝ってる人とかもいるのかなとか。で、G2 までも勝てないんだけど G3 だけ勝ってる人いるのかなとか。これが騎手の研究になりますよね。これはちゃんと調べれば、一人配信の、ネタになりますよね。わかりますよね。なんかわからないとこあります？まず G3 で。G3 でね。何かこう、G3 を、まあ、決めようかなって思った時に、あれって思ったことはないですか？今聞いてなんとなく分かったけど、昨日まではちょっと分かってなかったなっていうのは何が分かってなかったですかね？この前の、6月のレースの、予想の仕方の時に、これ私間違ってここへ書いたんかも分からへんけど、1着も2着も決めるのに、1番から9番そうです、そうです。2着もそうですよ。ね、両方両方です選よ。ぶっていう、両方1着から9の9番人気の中からそうです、そうです。選ぶっていうそうおです、そうです、そう話です、そうでです。よかったんですよね。G1 はどうですか、じゃ G1 は、あれですよね。1着から4着、4人、いや、1着じゃ、1番人気から4番人気の中から、それは1着2着1着を選ぶのに、1番人気の、オッズ。2着はどうするんですか？2着は、1番人気から9番人気そうですよでね。決める。今の、何が分からなかったですかね。最初に分からないっていうの、何が分からないんですかね。G1 と G2 は一番に、1着が1番人気から4番人気。2着が1番人気から9番人気。で、G3 は1番人気から9番人気が1着。2着も1番人気から9番人気。そこで何が分からなかったですかね。それです。そうなんですね。私ちょっとさっき先生が言った話、今ね、お話の中でちょっと勘違いしてましたね。どう勘違いしたんです聞こか？え、あの、それが大切なんです。これがカウンセリングだから、どう勘違いしたんですなんかか？ね、1着を選ぶ、D3 の話で今、1着を選ぶときに1番から4番人気っていうふうに私聞いてしもうというか聞こえたんですよね。おかしい話なんですけそど。れは、じゃあ一回ちょっと、僕が言い間違えてるのか、あなたが聞こえたのかを、一度ちょっと止めて、確認してみましょう。これがカウンセリングですから。一回ちょっとストップしてもらえますかね。わかりました。お願いします。まあ、このカウンセリングは、まあ、超初心者のための競馬教室なんですけど、福山さんの思考に対するカウンセリングっていうことが一番の目的ですから、今、言えた、ね、ちゃんと言えたのはすごく良かったですよね。私が、途中で一番人気から4番人気っていうふうに何か勘違いしたと、1着を決めるのに。それで2人で今確認。まあその前に僕が、自分だけが間違い、人だけが間違いって言って、それを確認せずに、ことを進めたのが多分福山さんの今までの人生だったんですよと。今日は確認できたということで、かなり前進ですよねと。だから結果的に、
僕が言い間違えてようが、うん、福山さんが勘違いしてようが、そこに関してあんまり重要じゃないんです、うん、多分福山さんは、うん、自分が間違えたか人が間違えたかっていうのが重要なんですね、うんうん、そうじゃなくて大事なのは、うん、確認をしてるかどうかっていう方が重要なんですよ、うんうん、だから間違ってる人が悪者じゃないんです。はい、わかりますよね、はい、そこが非常に大きい、うんうん、まあ結果的に2人で聞いてみたら、うん、この辺で間違えたんですかねっていうところがあったんで、うん、まあでもまあ結果的には、うん、1番人気から9番人気って言ってて、うん、まあ僕の方が言い間違いはなかったんですけど、うん、だから私がダメじゃなくって、うん、あ、結局これが逆だったとしても、うん、例えば福山さんはもしこれが僕が言い間違いをしてたってなった時に、うん、相手が僕だったらいいんだけど、うん、違う人だったら、うん、もうこいつはって思ってしまう人なんじゃないかなって思うんですよ、うん、それはダメです、うん、人間は間違えていいんです、はい、いいですか、うん、人間は間違えていいんです、はい、これが福山さんが、うん、親と夫からダメだと言われたことだと思います、うん、人間は間違えていいということです、うん、失敗していいということです、はい、ね、わかりますね、はい、うん、ただ前半はここで終わって、うん、そして次後半はい、安田記念の方を少し説明していきましょうかね、はい、はい、ありがとうございました。